コンバッチー8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才選手で世界旅行金徳チャレンジ行ってきます。右投げ左打ちのファースト、フォームはライゴー、好きな球団はわらびくんから流し打ち狙いで中日で行きたいと思います。ということで天才カードと世界旅行カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星174、一塁手の初期値として面白いパワーシート、 OK。 まあシャッフルでしょう。で弾道ある、あーやる気そっち行っちゃったか。なるほどね。はい、さあどうだい。チア、おっとそれは強いね。チアもらっちゃった。梅、あら、あー赤多いな、ちょっと赤多すぎる。これでやる気を取ってからドン。少ねー。でカタカタカタね。ウィー、ステージ終了。ちょっとお辛い展開かもしれない。ただね、パネル転生ステニパネ転いただきました。ただね、ヒーリング持ってないので、うん、攻めましょうか。セイ、ワオ。なくなっちゃうかな。いけた。さあ、ステニパネ店のお時間や。これね、世界旅行持ってるんで、あら、激強なんですけど、夢をね、見ることができそうだ。いや、マップの形悪いな。マップの形が悪すぎる。ガーバープルヒー、これ広角の方ができればよかったけどね。いやー、ハテナマスが鬼だ。連続で減少。いやー、3連続マジ。ハテナマス嘘でしょ。ナイス7、ナイス10。ハテナマスがやばい。回復になんとかね、救われてる。ナイス10。ナイス。オッケーオッケーオッケー。それ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 。連打していこう。1、2、3、4、5。変わる。ドイ。で、チヤホヤ持ってるから、ワンチャンね。うん。あるよ。回復が少ない。てい。まあまあまあ。どうせ変わるんだよな。4。いやー、これゴールの位置もちょっとつらいな。それは無理だな。なぜ赤だけ踏みに行った。これはこっちから総力ドン。ナイスドン。ナイス9。この9、6以上が出るとほんとでかい。1、2、3、4、5。5か。あー、今シャッフルだったな。1、2、3、4、5、6、2、3。 OK。 3は少ない。耐えてる耐えてる。5。はい。いやー、また減少か。耐えろ。ナイスー。あぶねー。いや、10がでかいって。3。3はつらい。多分アンチここだな。ナイス。ナイス9。耐えろ耐えろ。それは無理なので、ここ。パワー？生きてー。セイ。1、2、3。それは無理だわ。1、2、3。マジか。ない。さあ、来い！お願いします！来ないや。1、2、3、4、5！ うい。終わったー。うん、なんとか、ね、粘った。粘るだけは粘りました。
さてと、世界旅行もね、あるからね。ここ、よいしょ。回復もいけないな、これ。肩に変わるもんね。このルートで行ったら。会えない。基本能力7欲しい。よいしょ。OK。さあ、世界です。いやーマジか。ヴァンガードいてくれ。お願いだ。耐えるんだ。3人いるぞ。下が誰だ、下が誰だ。違う。あーでもこれ、いいや。とりあえず B で、左上に飛ぶ。肩かい。で、回復と、マッキーパワーヒー。デスパで。んー、プルヒ持ってるからな。2? 嘘でしょ。補給。どうしよっかな。いや、逃げるか。ここ!ナイス!マッキー、アレフト。あ、待ってよ。1、2、3、4、5、6、7、8。ワンチャンある。いやー、ないか。とりあえずパワー7もらい、パワー比入らぬ。マジ?もうやれることがね、1、2、3、4、5、6、7。パワーに変えて、1個取って。まあ悪くはないけどね。悪くはないけど。箱取ってゴールいけるかな?無理かな?博士。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。博士よりもね、ロマンはある。てか、博士行ったら無理だな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8以上の回復だもんね。無理だ。無理じゃ、博士は。普通に考えて無理だった。肩以外って思ってんのに。パワー肩以外でお願いします。いい人でん。インコ、満塁、プレラン。うん。お願い!生きてるんです。博士、下降りてこい。あー、降りてきても無理か。降りてきても無理だ。あぶねー、パワーエスキープ。443。ってことでねー、くっそー、博士もいたのに、会えなかった。肩と守備が入れ替わってくれればという、そんな感じでしょうか。それでは、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しきました。名前。星443から、よしみくんという名前になりました。いかがだったでしょうか?捨てにパネル転生はロマンがある。しかし、体力減少を連打され、ヒーリングもなかったので、あまり能力は伸ばせず、世界旅行でヴァンガードも出てこなかったのが悔やまれます。それでもいい能力になったので、オートペナント期待しましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割5分3厘。見事、ミーと B で首位打者を獲得。ありがとうございます。まさかの結果でびっくり。で、187安打、こちらは第3位と。で、ホームランが37本。弾道4だったらもしかしたらね、ホームラン王もいけたかもしれない。それでもね、弾道さんのパワー S、ミート B、これで37本よく頑張ってくれました。で、打点は115と第4位。岡本さんがね、ダントツだったんですけども、よしみくんなんとね、得点圏打率通常よりも7分6厘も落ちております。これが中日の4番で果たして良かったんでしょうか?ということでね、なんだかんだでね、中日2位だったんですけども、約25ゲームだったかな。離されての第2位と。盗塁は10個。走力 A のおかげでした。8割3分3厘の成功率。で、あとは、対左で3割8分9厘かなり打ってると。で、
出塁率こちらも4割4分4厘でトップ。 OPS は 1.0 を大きく超える 1.077。 今回の吉見くん取ったタイトルは新人王ベストナイン首位打者最高出塁の合計4つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。